左翼、警察だったる大炎上、金井米国店に威力業務妨害と国会議員が激怒。武蔵野市の外国人住民投票条例案に関して批判した金井米国店に対し、いわゆる左翼の皆様が嫌がらせを行っている問題について、自民党の和田正宗議員が2日にツイッターにて、次のような発言をいたしました。金井米国店で店主さんからお話を伺った。 皆さん一生懸命に仕事をされていた。店舗前での必要な抗議活動は威力業務妨害との指摘があり、入店時に神奈川新聞の石橋学編集員に写真を撮られ、怖かったとの証言もあった。威力業務妨害について警察庁に問い合わせる。何かあればすぐご連絡くださいと伝えたなどと発言され、 いわゆる、左翼の皆様と、神奈川新聞が大炎上してしまっておりますが、こちら、業務妨害だけではなく、道後法や軽犯罪法などにも違反していると判断される恐れがございますが、また、付きまとい行為として認定される恐れもございます。まず、いわゆる左翼の皆様には、批判するのは自由ではございますが、最低限、日本の法令、ルールは、 守っていただくようにしていただき、さらに、被害者の方には、刑事民事で厳しく対処し、このような問題がこれ以上続かないように対策を講じていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。